クロー。さあ、このコーナーは機種変更の話題の他にも SNS これハマってますよとかね、そういう話題、うん、あとは auPay などの電子決済、 au 電気など暮らしの一部でこんな風にスマホを使ってますっていうメッセージを皆さんから募集しております。はい、よろしくです。じゃあしんちゃん、今週はこちらのメッセージ紹介しましょう、うん、はい、お願いします。青切みかんさん、どうもいただきました、ありがとうございます、はい。しんちゃん、みーかん、皆さんこんにちは、青切みかんです。どうも。機種変更してきましたよ、うん、2年前の機種変ではショップのお兄さんに親切にアプリ移行を教えてもらってご迷惑をおかけしてしまいましたが、今回何の心配もなく無事に機種変更も済ませて帰宅、はい、しかし帰宅して数時間後、なんか私がやったんだはず、ロックの解除ができずにパニックになりました、うん、今までロックかけたことがないのによ。いや、それもちょっと危ないよね、うん、危ないな、ロックかけたことないのもね、危ない。これ置いてあった時に何か入れされたりしたら、うんうん、ね、またまたショップのお姉さんにかなりご迷惑をおかけしてしまい、ロック解除をしていただきました。はっさ、このおばさんよって思ったはずなのに、もう笑顔でお見送りもしてもらってさ、本当に本当に申し訳なかった、恥ずかしかった、そしてありがたかったです。これからまた2年後の機種変更怖いなという青切みかんさんいただきました。ロック解除ロールっていうで、こう何かって解除の仕方は介護の仕方は腰から上にみたいな。ね、あのさ、はい、前それこそ au のショップ行った時に、はい、ほら、スマホ教室とかあったさ。そうでしたね、結構先輩方がね頑張ってね、ね、うん、あの時ってさ、はい、スマホユーザーって、まあ、ほとんど若い人たちだから、うんうんうん、年配の人たちがスマホ持ってるって少なかったさ、うん、でも今割合すごいでしょ。多いよね、多いよな、70何パーだ、80とか言ってた。そうそうそう、うちの母もスマホなんですよ。すごい、あきこさん、そうスマホ持ってます。またお母はまだガラケー出すわけさ、うん、でかかってくる、ハッシュトランサーとか留守電入るわけよ、うんうん、ワーかけたらヤーモトランやしっていう話みたいな。なんかな、もうどんな人もいる。それこそ最初は LINE は見るだけとか、うん、ね、こうメッセージを送るんじゃなくて、うん、で私が何かこう電話したりとか LINE の電話したりとかそういうぐらいだったんですけど、この間一生懸命娘に、うちの娘にメッセージ送ろうとしたんだろうね、うん、なんか一生懸命言ってるんで、はい、お孫さんにね、そうです、そうです、頑張ってね小さくできないよね、頑張ってねっていうのを書いてあって、これ送信ボタンにたどり着いてないんですよ。送信してないんですよ。あ、残ってるってこと？矢印マークしてないんですよ。ああ、でたまたま娘がいろいろ設定のことで教えてあげてた時に、うん、あ、見てこうやってメッセージ送ろうとしたんだね、おばあちゃん可愛いねっていう話をして、ね、ちょっとほっこりしたんですけど、頑張ってねっていうのが結構年寄りになると小さくできなかったで、うん、ブテツクに行ってくるみたいな。そうブティックって言ったよね。そうですよ、ブテツク、ブテツク。ブティックって久しぶりに聞いたけど、だから言い方もそうさ、ブテックで服買ってハウスマルカ、ハウスマルカ。夜はハウスヒルカン、1日15日は1日はハウスヒルカンしないと。でも本当よ、うん、だから年配のね、先輩たちもね、本当上手にね、使いこなしてる人周り多い。先輩たち笑えないもん、俺もほぼ使えてないもん。Facebook とかでもさ、私繋がってる先輩方多くいらっしゃる、うん、多くいるんですよ。うん、若い人はね、若いよな。90代の方で、そう、私繋がってる方なんですけど、うん、毎日 Facebook アップしてます。すごいよ。これもやっぱ一つさ、脳の、うん、刺激になるし、なんかやらんとっていうのがあるはずだからね、うん、俺 SNS やってないし、やってないやったらも大変なことになると思う。もうエゴサーチなんかもう絶対しないからさ、もう大変なもんな。絶対ぐらいやってみようかなと思って。そうですよ、だって待ってるんだよ、あイギリス、あでもイギリスで待ってるためだけにやるのも2人しかいないから。そんなことないですよ、速攻で。いや速攻で私も一緒にツイッター始めますよ、はい、そしたらね。じゃあ久高君も入ってくれるぞ。何からがいいかな、本当に。ツイッター多いもんね、いろいろね、簡単につぶやけたりする。ただ酔っ払った時につぶやいたら大変なことになりますので、これはやらんほうがいいですよ。やらない、やらない。そう、それが怖いわけよ、酔っ払ってつぶやいたらね。バカじゃないか。そこ私もフォローできないですよ。そう、フォローできないよね。生放送はフォローできるけど、で、久高くんが言ってました、ね、言ってない、頼まず。って思ってるのは何々くんです。ムルチのせい。
でもぜひ皆さんもねこうやってあの機種編の話だったりとか、はい、おすすめのアプリだったりとかぜひ携帯にまつわるエピソードお待ちしておりますので送ってください。アドレスは南部アットマーク rokina.co.jp です。必ず懸命にね機種編ロックンロールと書いて送ってください。はい、よろしくです。あのスタジオの様子も YouTube で見ることができますのでぜひ、はい、はい、チェックお願いします。以上、ハッシュ機種編ロックンロール。